腹筋を鍛えて体幹固定力の向上を目指しましょう。仰向けになり、膝を90度に曲げて足を浮かせます。手を頭の後ろで組み、上体を起こします。体幹をまっすぐにしたまま、右肘と左膝を近づけタッチします。ゆっくりと元の体勢に戻り、反対も同様に行いましょう。このトレーニングを行うことで、腕や足が動いている時の体幹固定ができるようになり、投球やキックの力が向上します。バランスアップのトレーニングを続けて、さらなるパフォーマンスの向上を目指しましょう。